お疲れ様です。めいめいチャンネルに来てくれて、ありがとうございます。天地を喰らう2、完全版、第22回目になりました。前回、南蛮征伐シナリオの4戦目、ダシオを倒すところまで行きました。今回は、南蛮征伐シナリオの完了まで、進みます。この章でも、武将を編成所に送る小技を使います。いつものように、ノーカットで行きますので、最後まで、ゆっくりしていってね。ということで、猛角を追いかけていきましょう。あら、かわいいゾウさんとトラさんがいますねー。はい、大したことない相手に感じますが、僕六王の猛獣の刑が、まあまあ厄介ですねー。この契約のせいで、時々ひるんじゃうんですよねー。はい、早速ひるんでますねー。ということで、かわいい動物たちは放っといて、猛角を削りつつ、僕六王を優先しますよー。さすが、ゾウさん、強いですねー。まあまあの確率で、ひるんでしまいますね。動物たちの会心の一撃が多くないかい？あら、先に猛角を倒せましたねはい、なんとか倒せました。
第2の難所を突破しました。あとの2戦は大したことないので、気楽に進みましょう。次は、趙雲さんが許してくれないそうです。なるほど。ここで、投稿の弱点を教えてくれるんですね。それでは、進軍していきます。はい、脳筋軍団ですねー。そして、猛角以外は、投降の鎧を装備してるので、家系で攻めましょう。はい、猛角には、3300くらいのダメージ。投降の鎧を装備したゴツと恥骨には、5800くらいのダメージが入ります。ま、知力差とかもありますが、家系で攻めれば、余裕ってことですねー。
はい。過信と投石が同じくらいのダメージですね。月石を覚えてれば別ですが、投稿には、家計を使えば、簡単になるよってことでした。ということで、楽勝で突破です。あれ？趙雲さんが許さないんではなかったのですか？ついに、野良猛獣が出現するようになりました。さて、南蛮征伐のラスト、雲南城の戦いですよ。ま、相変わらずのメンツですので、計略でやっつけましょ。あらら、まさかの展開。猛獣はいつも金先端を使うな。この人は何個持ってるんだろう。
ということで、猛角を相手に、七十七金をやり遂げました。さて、ここからは、武将の編成上繰りになります。ご討伐とは違って、ここでは雲南城に入っても良いです。城内に、猛角夫婦がいるので、話しかけちゃうと将が変わります。結局、後で入城するので、今回は、入らずに生徒まで戻ります。はい。デスルーラで時短する場合は、ここの毒沼まで死んで生徒までの道を時短しても OK。逆ルートを時短する場合は、S 春城でセーブしておくと良いですね。はい、S 春城はここです。今回は、ご討伐と違って、洞窟が短いので、歩いて往復するのも、楽です。
生徒から S 瞬に飛ぶ場合は、ここの毒沼を使うと良いです。はい、戻ってきました。はい、これで編成上送りの完了。ご討伐で残った観光さんだけが11章の序盤で使えないっていう状況です。それでは第10章南蛮征伐をクリアしに行きましょう。先ほども紹介しましたが、デスルーラを使うときは、ここの毒沼で死にましょう。毒沼なら、お金が減らずにデスルーラできます。今回は、全部歩いて戻るパターンです。
今回は、遠遁と殺毒の両方を使っていくので、こまめに休んでいきます。はい、雲南城に入城します。クリアする前に、城内を見ていきましょ。お金です。あら、道具整理しましょ。なんでだろう。装甲の鎧です。
はい。燃えやすい弱点のある、投稿の鎧は、ここでしか買えません。それでは、何番征伐をクリアしましょう。ということで、何番を従属できました。大重傷、何番征伐の完了です。ということで、孔明が生徒から艦中に移動している間に、艦中防衛のラストパートが入ります。さて、ここからは、ほとんどの武将がいるので、お好みの編成でいけますねひとまず、こんなメンバーで行きましょうかね。では、最後の装備を整えるタイムです。
では、艦中防衛戦、最後の戦いに行きましょ。あらら、奇襲を受けてしまいました。もう海の計略が厄介なくらいで、兵士数は多いけど、能力は大したことないですねー。ま、奇襲受けたので、回復しながら行きましょ。さて、あとは回復してこないので、淡々と削っていきますよ。さて、あとは総攻撃で大丈夫ですねー。今回は、南蛮征伐をクリアして、第11章の前段の、艦中防衛まで行きました。次回から、最終章になる、第11章、北伐隊義に入ります。ついに、曹操軍と本格対戦です。最後まで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価いただけると、励みになります。次回も、ゆっくり見ていってねー。